調査音楽庁。調査音楽庁は、中華人民共和国湖南省長沙市にある音楽庁。2006年8月21日、調査音楽庁が提訴され、2007年12月に正式に建設が開始され、2015年12月28日、調査音楽庁で初公演が行われた。調査音楽庁は全部で4階です。第1階は、俳優、広報勤務、VIP などの機能室です。2階はレジャー、展示スペースで観覧者に提供します。木座橋は観客の入り口で、入り口はホールの内部を見下ろすことができます。調査音楽庁の外壁の図の文様は、南宋の古琴の演奏家、作曲家、教育家の各落ち公費の時に創作した一種の名曲、少々もずくを取材します。調査音楽庁は4本のオーケストラを編成する1446席のシンフォニーホール、490席の多機能音楽ホール、298席の室内音楽ホール、リハホールの2つです。沙音商業11広域演出。訪問。http://hunan.ifeng.com/2018-020190426269042030html ハット、沙音号中外音、気田作り3月音、声援、東尋網。https://hn.qq.com/a/201902019025/0058988.htm。ありがとうございます。